et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autopé Simple, c'est le numéro de la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes allé à la Japan Expo pour voir le concert de musique de jeu, le concert de Iwadare Nozuki, qu'on va regarder tout de suite. Pour la première fois depuis sa création, le festival Japan Expo accueillait un concert dirigé par un compositeur de musique de jeu. Et il commence en beauté avec Iwadare Noriyuki, le compositeur attitré de la série Grandia, Lunar ou encore Landgrisser. Pianiste de formation, il compose depuis plusieurs années pour différents médias. BGMになるように。だけれどもゲームはメインミュージックになれるように作るようにしていますね。の方が良くないですか？ね。 友達から僕の友人がゲーム業界に入っていまして、で彼から曲を書かないかっていきなり電話が来たんです。で、いいよって言って、で書いて出したら、それがなかなか好評だったみたいで、それからずっと原音楽を作るようになったんです。本当に友達に誘われて、それがですね、台東のインベーダーっていうゲームの音楽でした。 Entré dans l'industrie du jeu vidéo il y a plus de 20 ans, M. Iwadare a pu connaître les évolutions techniques des consoles et des supports de jeu. その昔の頃は、全部で発音数が5音とか、多くても10音とか、そんなもんでしたよね。10とか5とか。だから、その中で曲を作んなきゃいけないっていう、すごい制約があったんですよ。で、その制約もあったし、 その頃は僕ドライバーで自分で音色も作りながら曲を作ってたりとかしてたの。SEも作ってたしね。で、大変だったけれども、今になったら、今の3D ロムになったら、音何、音数は全然制限がない。で、その中で自分のイメージ通りの曲を作れるようになった。制約はなくなったんだけれども、逆にだから、すごく大変な作業になってきて、もう何でもできるから、どれを選択したらチョイスしたらいいのか。 が大変だったかな。でも僕は今の時代の方が好きですね。ものすごくリアクションがあったね。特に本当にオーケストラを使ってっていうか本物のオーケストラで全部生演奏で演奏するっていうのはなかったんで、それを僕らがやってしまおうと。で、ちょうどみんなからも後押しされて、僕は一生懸命譜面を書き、レコーディングして、 したらやはりみんなからすごい反響をもらいました。その年に、雑誌のインタビューもやたらと増えたし、世界中からも、メールが来るようになって、反響の大きさにびっくりしましたけれども、やっぱやってよかったなと思ってます。グランディア楽しかった。グランディアのコンセプトが、世界旅行、世界一周旅行っていうので、いろんな国の音楽を作ろう。 で、この国は、例えば最初のパームの街っていうのは、これはイギリスの産業革命のあたりのイメージで作ろうって。で、機械の音とかいっぱい入れながら作ったりとか。で、バグパイプも出てくるしね。で、そうやって各の街を調べながら曲を作っていくのはすごく楽しかったです。作曲に苦労したの、ルナ、エターナルブルーってやつ。 があったんだけども、あれを作った時に白髪が髪の毛がファーって白が出る。それぐらい大変だった。で、そうだな。それからすっごく疲れた時っていうか、その頭を使う時ってここに白くなるんだけど、そんな状態ができます。だからルナかな。俺はそんな気がするな。 Après avoir composé majoritairement pour des RPG, c'est au début des années 2000 qu'il est amené à travailler sur la série Ace Attorney ou Gakuten Saiban au Japon chez Capcom. これもね、すごいことなんだけど、僕の近所の会社がたまたまGakuten Saibanを作ってる会社とお友達で、で、やらないって言われて始めたんです。
はい、そうね。あのやはりそういうお友達、知り合いからの紹介で始めたっていうのが逆のタイパンなんだけども、最初は本当難しくて、僕は今までそのグランディアもそうだけど、まず最初からずっとその作品を作ってたんだけど、逆転裁判は3から作ってる。今までの継承をするっていうところが大変で、時間かかったけれども、とってもいい経験をさせてもらったと思います。これのおかげでね、オーケストラコンサートとかもやれるようになったから、よかったなと。Comme tout le monde, M. Iwadale doit certainement avoir des projets sur lesquels il rêve de travailler. そうね、ファイナルファンタジーをやろうかな。そうきたか。ファイナルファンタジーもやりたいし、てかいろんなゲームがあるけれども、僕はあの夢を与えてくれるゲーム。だから何、戦いばっかりのじゃなくて、もっとファンタジーなゲームをやりたいなと思ってます。あのね、何でも好きなんですよ。ですごく飽きっぽいんです僕は。だから、一つのことを例えばクラシックだけ作ってると、あもうジャズ作りたいとか、ね、ジャズばっかり作ってると、あもう違うの作りたいって思っちゃうんで、だからどれも好きなんだよな。うん、でもその中で言ったら静かな曲が好きです。実はバトルよりね。Depuis quelques années, la situation des compositeurs de jeux a bien changé au Japon. S'ils étaient autrefois salariés au sein des studios de jeux vidéo, la majorité d'entre eux a décidé de passer freelance ou de se regrouper en petites structures. C'est aussi le cas de M. Iwadale, et il a d'ailleurs son avis sur le sujet et quelques anecdotes sympathiques. けれども外に出たことによっていろんな音楽を作ることができるんで、僕は絶対いいと思います。で、僕自身もゲームの音楽だけじゃなくいろんな音楽を作ってたからこそ、それがゲームに還元されていい曲が作れるんじゃないかなと思ってるんで、こういう傾向はとっても嬉しいです。で、みんながそうやって会社から出たことによってすごく飲み会が増えました。ゲームの音楽家同士で、そう、あのスマッシュブラザーズX っていうのがありましたよね。あれの時に、総勢何人、50人ぐらいの音楽家を使ったんだけども、みんなでパーティーしたんですよ。そのメンバー集まって、任天堂の人もだ、近藤さんとかも来たし、植松さんとかも来たし、でそれで全員で集まってパーティーして、でそこからなんか仲良くなっちゃって、毎月飲み歩いたりとか。Si d'habitude M. Iwadale joue plutôt avec un orchestre, c'est en formation réduite et surtout plus rock qu'il s'est déplacé à Japan Expo. すごく楽しみにしてます。先ほどサウンドチェックちょっとしてきて、これから何時間後に演奏するんだけども、どうなんだろうね。僕たちはそのフランスでの人たちがこういう曲演奏したら喜んでくれるんじゃないかっていうのを選曲して。ずっと日本でリハーサルをしながらやってました。で、今日発表してね、喜んでもらえたら嬉しいなと、一緒になって盛り上がってもらったら嬉しいなと思ってます。 Ravi de sa venue en France, M. Iwadale travaille actuellement sur un projet qui sera révélé lors du Tokyo Game Show 2010. En tout cas, on espère que ce concert à Japan Expo permettra de faire venir davantage de compositeurs de jeux à l'avenir. Voilà, le reportage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Monsieur Iwadale, quant à lui, était absolument ravi de sa venue en France. Il n'arrête pas de reposter tous les liens des médias qui parlent de lui sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à dans 2 semaines, et puis continuez à regarder 101%.